すぐわかるお」「すぐわかるお」のお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか？すぐわです。心を見る新エヴァ10回目ということになります。このシリーズ始めるときですね、全12回という風に言ったんですけれども、全11回ということになりました。ちょっと1回分が減りました。ちょっとお蔵入りというか、一つ廃盤になってしまったんで、全11回ということで、今回は最終回の前編ということになりますね。新エヴァンゲリオンについてということになります。ということで、行きましょうか。まず、フランス・パリからでしたね。ここでは全く新しいタイプのエヴァというものが登場しました。エヴァ 4-2A 航空特化タイプということで、このエヴァはですね、エヴァなのに使徒の仮面をつけているということがありましたね。Q で、新エヴァ Q でですね、アスカがマーク9のコア、マーク9ですよね。マーク9のコアに攻撃した際ですね、そこにも使徒の仮面があって、ずる、ゼーレのやりそうなことねって言ってるのがありましたよね。このゼーレのやりそうなことっていうのはどういうことかっていうと、もう人類の敵であるはずの使徒の力を使ってでも自分の欲望を叶えようとしているというのがあるわけですね。そういう人間の汚い部分っていうものを表した言葉が、ゼーレのやりそうなことねっていうことなんですよね。このエヴァ 4-2A とか 4-2B とかを見ながらですね、律子さんは見事な単獣人、自ら軍隊を編成するとは、もはや新たな生物ねと言っていました。人と使徒の最大の違いはですね、群れの習性を持っているかどうかだったわけですね。人は群れで生活をする生き物です。でも使徒は群れではなく単独で生活をしていくということで、群れというものは最大の違いというふうになっていたにもかかわらず、エヴァ 4-2A とかエヴァ 4-2B とかはですね、自ら軍隊を構成しているんですね。しかもきちんとした役割分担をして構成しているということですね。もちろん訓練されてそうしているわけですけれども、言動に訓練されているわけですけれども、自分の意思で群れを作っているという点では、これはもう革命というか、シンギュラリティというか、もうパラダイムシフトというか、もうそういう感じなんですね。この地球上に、急にある日突然全く新しい生物が誕生したという風に言ってもいいような状態なわけですね。しかもこれは人が作り出した異形と。いうことで、えらいこっちゃということになっているわけです。結構大変なことが起こっているんですね。ということで、心を見る新エヴァのシリーズなんで、この動画ではですね、注目するのは歩いている3人ということになりますね。シンジ君、アスカ、レイは、ケンスケに拾われて第三村にやってきたということになりました。当時とか、院長とかにも再会してですね、でもかつての仲間たちは全員もういい大人になっていて、自分が破壊した世界で精一杯生きていて、彼らがこんなにも大変な思いをしているのはもう全部自分のせいであって、にもかかわらず、誰も自分のことを責めてきたりはしなくて、むしろみんなが自分のことを優しくしてくれて、というシンジ君がいてですね、もうシンジ君は、その状況すべてが申し訳ねえなという気持ちになっているわけですよね。僕はみんなのために世界を救おうとしたのに、その結果世界は崩壊して、もう信頼していたミサトさんからは何もするなとか言われて、自分を理解してくれてそうなカオルくんに全部お前のせいだって言われて、っていうね、もうどうしたらいいかわからない状態のシンジ君は、もう大変なわけですね。もう死んでしまいたいというふうに思うんですけど、自殺とかしたらですね、自分のことを信頼して、今助けてくれているみんなに申し訳ないと。いうのもあって、自殺するわけにもいかない。でもこのまま生きていたくもない。だから、もうとにかく何もしたくない。何もできない。というシンジ君が永遠と、新エヴァンゲリオンの前半では見せられ続けるということがありました。この間にね、レイは農家になったりとか、しているわけですけれども、この完全うつ状態のシンジ君、旧エヴァでもこういう風になっていましたよね。旧エヴァ最終回とか、旧劇場版では、シンジ君はもうこんな感じになっていました。もう、全てを投げ出しているシンジ君というのがあったんですけれども、あの旧エヴァ急激の時のシンジ君の精神状態よりも、もう今の精神状態、新エヴァのシンジ君の精神状態の方がやばいというふうに思います。急激でシンジ君はですね、ミサトさんに対して、もう嫌だ、死にたいって口に出していましたよね。何甘ったれたこと言ってんのってミサトさんに怒られていましたけれども、今回は死にたいとシンジ君は言いませんでした。じゃあ死にたいと思っていないのかといえば、そんなことはないわけですね。死にたいと思ってるけど、そんなことは申し訳なくて言えないというのが今のシンジ君ですね。自分一人が生きていくのだって苦労している仲間たちが、僕のことを助けてくれているということを、シンジ君はちゃんと分かっているわけですね。一人で生きていくにも大変な今の時代に、何もしない自分のことを助けてくれている仲間たちに向かって死にたいなんてちょっと言えないわけですね。でも急激ではミサトさんに対してシンジ君は死にたいと言っていました。あれはもう完全にミサトさんに甘えていたんです。ミサトさんに死にたいって言えば、ミサトさんは助けてくれると思って言ったわけですね。シンジ君にとってミサトさんっていうのはもう絶対的に安心できる、もう母親のような存在だったわけですね。だから自分の甘えというものを出すことができたんです。でも今周りにいる仲間たちはミサトさんじゃないんですね。同い年の同級生の友達たちなんですね。シンジ君が甘える対象ではないんです。だから死にたいって言えないんですね。で、同じうつ状態になっていた旧劇場版で衝撃的だったのは、シンジ君のオナニーの描写でしたね。旧劇でシンジ君はオナニーをしていて、おいおいおい、すげえことしだすなと、いうふうにみんな思ったと思うんですけど、新エヴァではシンジ君はオナニーをしませんでした。オナニーというのはですね、これ象徴的なものとして急激では描かれていたわけですね。これは生きたいという欲望を表したものだというふうに思います。旧エヴァのシンジ君は精神状態は極限だったわけですけど、心の底のわずかな部分で生きたいという欲望がほんの少し残っていたんですね。だからオナニーしていたんです。ところが今回のシンジ君はもう全てを放棄していました。生きることも死ぬことも放棄していたんですね。もうオナニーもしなくなったんですね。シンジ君オナニーしなさいと、いうふうに思いますよね。急激であれだけ大変だったのにオナニーをしていたシンジ君。進撃ではそれすらできなくなったシンジ君というのがあったわけですね。もうそのくらいシンジ君は終わっているんです。もう生物として終わっているんです、シンジ君は。新エヴァのシンジ君はもう生物として終わっているということがあるわけですね。でも、シンジ君は復活できました。それはシンジ君に考える時間を与えてくれたケンスケとか当時のおかげであって、無理やり食事を与えてくれたアスカのおかげであって、シンジ君を好きでいてくれて頼ってくれた、黒波ちゃんのおかげでもあるんですね。みんなのおかげでシンジ君は立ち直ることができました。それはやっぱりですね、人と人がつながりを持つ世界というものをシンジ君が望んだからですね。どうしてみんなそんなに優しいんだよって、叫んでましたけど、それこそこれがあなたの望んだ世界そのものよということなんです。碇君はみんなとつながっていられる世界を望んだでしょと。これがあなたの望んだ世界よということなんですね。これをうざいと感じるか、ありがとう、嬉しいよと感じるかは、今ではなく、後にわかることなんですね。親が勉強しなさい、勉強しなさいって言うと、子供は、うるさいなぁ、勉強より大切なものがあるんだとか、もう親は俺のことなんて好きじゃないんだ、勉強しろとしか言わないんだっていうふうに思うけど、後にね、自分が親になると、あの時は絶対に勉強しといた方がいいって分かったって言って子供に勉強しなさい、勉強しなさいというわけですね。するとその子供は、もううるさいなぁとなって、もう親なんて嫌いだと言うけど、その子供が成長して親になると子供に勉強しなさい、勉強しなさいと、言うわけですね、そういうもんなんです。みんなの優しさとか、つながっているということの大切さっていうのは、今感じるものではなくて、後に感じるんですね。今思えば、小学生の時のクラスメイトたちって良かったなとか、でも実際の小学生の時は、クラスメイトの中に嫌な奴もいるし、別にね、学校の勉強はめんどくさいし、もっとあっちの学校の方が学校の近くにいろいろ便利なものがあって、帰りにゲーセンとかも寄れそうで楽しそうだなとか、いろいろ思ったりするんですけど、今になって思うと、あの学校で良かったなって思ったりするんですよ。まあそういうことですね。後にわかるんです。ということで、このあたりでシンジ君がですね、一瞬幻の綾波レイを見るというのがありましたね。これはテレビ版の最初、そして急激のラスト、新劇場版の最初にも出てきたやつですね。空を飛ぶ鳩、そしてレイの目のアップ、レイの全身っていうのが、こう、遠くに見えるっていう、あれですね。あれが、ここで急にシンジ君は見るということがあったわけですけど、ただし、ここで出てきたこの幻のレイは順番が逆だったわけですね。レイの全身が見えて、レイの目がアップになって、空を飛ぶ鳩というのになっていたということなんですね。まあ、急激ラストはちょっと別物だったんですけど、テレビ版の最初、新劇場版の最初、そして今回ということで、この幻のレイが意味しているものは一体何なんだろうというふうに考えると、物語の最初と最後ということだと思っていいと思います。まあ物語の最初に出てきて、テレビシリーズはね、最初に出てきて、急激のラストに出てきたってことは最初と最後ですよね。で、新劇場版でも最初に出てきたわけで、最初と最後ということを表しているんじゃないかなと思います。シンジ君が幸せを追い求める世界というものの大元を作り出しているのはユイだというふうに考えられますよね。まあ日本神話的に言えば、ユイはアマテラス大神とか、まあスサノオノミコトとか、イザナキ、イザナミとか、そういうところの神様ではなく、雨の水上主の神、というような存在じゃないかというふうに思っていいと思います。雨の水上主の神というのはですね、日本神話に出てくる一番最初の神様なんですね。とにかく雨の水上主の神がなければ、何も始まらないという雨の水上主という神様なんですけれども、この雨の水上主という神様は何もしてないんですね。ただ出てきただけで、これといって何もしていません。でもこの神様がいなければ、全てが始まらないという神様ですね。ということで、もうこの世界の大元を作った神様、それが雨の水上主ということになって、ユイはその雨の水上主のような存在だというふうに考えていいと思います。ユイが直接世界を何か動かすとか、手を下すとか、そういったことは特にしないんだけど、ユイがいなければこの世界はないみたいな、そういうことですね。で、レイはユイのクローンのような、存在ですから、言ってみれば、荒人神というか、ゴンゲというか、そんな感じのものがレイだというふうに考えていいんだと思うんですよね。要するに、雨の水上主の神が地上に降りてきた姿、それが綾波レイというふうに考えてもいいと思います。だから彼女が世界の始まりと終わりを告げているんだ、みたいなね、そういうことじゃないかなというふうに思いますね。そんな幻のレイがここで登場しました。しかも、これまでとは逆の見え方で登場したということですね。ってことは、ここから先は新たな始まり、これまでにない新たな物語が始まるよということなんじゃないかなというふうに思います。新たな物語っていうのは何かというと、シンジ君が自分の意志で生きようとする物語になるということですね。これまでシンジ君は自分の意志で生きようというふうに思ってはいなかったわけです。でも、まあここから先、シンジ君は自分の意志で動いていくということになるわけですね。まあ具体的にどう生きようとするのかというと、例えば、レイがアスカに頼まれて持ってきたレーションを食べるということをシンジはしたわけですね。シンジ君はこれまでずっとですね、何もしなかったわけです。ご飯も食べなければ、オナニーもしない。かといって自殺もしない。ただ心臓が動いているだけ。ただ息をしているだけ。それがシンジ君だったわけですけど、自分の意志で動くようになるシンジ君はですね、レーションを食べるということをしたわけですね。死にたい、逃げ出したいというふうに考えていた旧エヴァラストからは完全に別ルートをたどり出したシンジ君ということになるわけです。ということでシンジ君はですね、シンジ君以外の他のみんなが全員やっている、今できることをやるということをやり始めます。つまり、ケンスケの手伝いですね。今、シンジ君はケンスケの手伝いができるから、ケンスケの手伝いをやろうということになったわけですね。まあ、この時のシンジ君まだまだちょっと慣れていないんで、ケンスケとも目を合わせるということはできませんでした。でも、徐々にみんなとね、心を打ち解けていけるようになったということがありましたね。ここで、健介がね、シンジ君の心に刺さるセリフを言っていました。まあ何もない、どうしようもなくなっているこの世界を見ながら、見ての通り、ここもいつまで持つかわからないのが現状だ。けどその時までは精一杯ジタバタ生きるよというふうに言っていましたね。これは、ついこの間までシンジ君が否定していた生き方ですね。ジタバタ生きるという、まあ、動物として当たり前のことをシンジ君は今までしなかったわけです。でもシンジ君以外のみんながそれをしているわけですね。ミミズだってオケラだってアメンボだってしてるんです。シンジ君だけがしていなかったんです。こういうさりげない言葉で健介はシンジ君に生きるということの意味を解いているわけですね。健介いいやつですね。ということで、黒波ちゃんがシンジ君に自分の名前をつけてほしいと言ってくるとなりますけれども、シンジ君はそれができないということになりましたね。今のシンジ君に黒波ちゃんの名前をつけるというのはやっぱりちょっとまあ多少酷なような気もします。名前をつけるというのはその人の人生に責任を持つとか、その人の存在そのものを支配するとか、そういった意味合いがありますよね。お前の名前は今日から千だみたいな、そういうことですね。名前というのには支配するという意味合いが、まじない的なそういった意味合いがあります。今、シンジ君は自分のことで精一杯なんで、黒波ちゃんに名前をつけるということは難しかったのかもしれません。まあ、ある意味、シンジ君のわがままという面もあるかもしれませんね。名前をつけないということは、自分のことは構ってほしいけど、自分は誰かのことを気にする余裕はないよということが、まあ、あったわけですね。ただ、今のシンジ君に、そんなこと言わずに名前をつけなさいというのも、まあ、酷な話なんで、まあ分かってあげようよという感じがありますね。で、黒波ちゃんもそれは分かってくれました。で、消えていきましたとなりました。黒波ちゃんは消えるときですね、この世に残すことになる未練とか後悔という言葉を言いながら消えていきましたね。稲刈り、やってみたかった。ツバメ、もっと抱っこしたかった。好きな人とずっと一緒にいたかった。さよなら。と言って、黒波ちゃんは消えました。黒波ちゃんはですね、どうしたって今消えるしかなかったわけですね。だから、やりたくてもできなかったことというのがたくさんあったわけです。黒波ちゃんは第三村に来て生きたいというふうに思っていたわけですね。でも生きられない。あれもやりたかった、これもやりたかった。いろんなことをやりたかったけど、私はここで死にますというのが黒波ちゃんでした。この最後の言葉は、シンジ君への警告なわけですね。黒波ちゃんからの警告です。私はこんなにも後悔とか未練を残してこの世から消えます。碇くんはどうするのということですね。健介が言っていたジタバタ生きるよというのもそうなんですけれども、死んでいった人たちはみんな後悔とか未練を残しているんですよね。全く後悔や未練がなく、死んでいくという人は一人もいません。全員何かしらの後悔や未練を残して死んでいくわけです。だったら、今生きている僕たちはどうした方が幸せになると思いますか？ちょっと考えればわかるよね、碇くん。ということですね。まあ、みんなの言葉、みんなの触れ合いというものを通じて、シンジくんはですね、この長い長いエヴァンゲリオンというシリーズの中で、ついに生きることを決めました。よかったですね。シンジくんはついに生きることを決めました。ということで、今回はここまでです。次回最終回ですね。心を見る新エヴァ最終回ということになります。ご視聴ありがとうございました。ぜひ次回もよろしくお願いいたします。チャ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 ン。